サッカーの JFL に所属する奈良クラブが今シーズンゴール数に応じてランドセルを寄贈するプロジェクトを行うのに合わせ、今日関係者らによる応援式が行われました。応援式には奈良クラブの選手2人と桜井市でランドセルを製造している有限会社風間、そして寄贈を受ける児童福祉施設などの代表者が出席しました。ランドセルは今月18日から開催される日本フットボールリーグ全15試合でのゴール数に応じてリーグ終了後に送られる予定だということです。僕はやっぱフォワードの選手なんで、やっぱよりたくさん点を取って、まあ、チームで一番と言わずに今年は JFL 得点王ぐらい目指しているので、まあ、たくさん点を取っていきたいと思います。今年のチームの目標は、次の試合に勝つというのはチームの目標なので、一試合一試合一戦一勝でやっていきたいと思います。一本でも多く蹴ってくれっていうやつですね。ゴールが欲しいと、それでないとカバンは増えないぜっていうのが応援メッセージで N です。この取り組みは平成30年に行われてから2回目だということです。奈良クラブの活躍に期待が集まります。